久保さん国ときましたんで今回は国にしましょうか国、まあ、この漢字あんまり僕使わないんですけどね久保さんだったらこの漢字どうなんだろうなこの漢字は結構使わないなうんまあ一応国とも読む音読みは国で訓読みは国らしいんですけど意味国家特定の政府に属する地域都首都我が国自分の国 らしいっすね、うん、結構なんか国なんだけどさらになんだもっと特定している日本国みたいな我が国みたいな、うん、感じなんでしょうね。うんまあ、僕はあの日本一回その日本海外に住もうかなと思った,んで思ったこともあるんですね。その独立する時に海外も。 だけどやっぱ我が国日本がいいです、ね、まあ言語も新しく習得する必要もないしまあやっぱ安全まああの他のその国に比べると日本ってすげえ安全ですよねうんまあこれからどうなるかわからないですけど間違いなくなんだ水とかあの公園の水を飲める国って日本ぐらいじゃないですか うん、もちろんね、最近大人になってから水道、あの、公園の水は飲まなくなりましたけども、でも飲めるわけじゃないですか。飲めるように整備はされてますよね。でもこれって海,海外行ったら多分無理だと思うんですよ。うん。まあ水はもう絶対買うものみたいな話ですよね。まあ水道水の蛇口をひねって飲むっていうね、これ飲めますよね。うん。まあ飲めるけど飲んでる人が少なくなりましたけど、 でも飲めるよようになってますよねだからまあすごいなと思いますけどね。で、まあ、この日本に生まれて、この日本のこの平和な状態だけど、みんなやっぱ平和ボケしてるわけですよ。うん。これは多分ね、まあビジネスをやってないからかなとは思うんですね。ビジネスやってたらやっぱ日々考えないといけないし、日々戦争というか、日々その、 うーんどうやって売り上げ作っていこう、どうやって自分の給料稼いでいこうっていう話なんで、まあサラリーマンで働いてたら、まあ別に普通に出社してれば普通にまあ給料毎月振り込まれるじゃないですか。うん、僕なんか給料振り込まれないので自分で稼いでいくしかないので、まあいろいろ考えてますね。だからそう、昨日か一昨日か、あの、またセルフバッグ見て、そのイオンカードですね。イオンカード僕持ってなかったんですけど、イオンカードがセルフバッグでなんかちょっと報酬アップしてて5000円になってたんですよ。 いやっつってね。そう。<laughs> イオンカード。だからまあ、5000円も取りに行こうみたいな。で、クレジットカードは僕、もう多分相当思ってるんですけど、あの、イオンカードって、まあ、なんだ、動画のネタにすごいいいなと思って、レバレッジかけやすいと思うんですよね、イオンカードは。まあ、あの、結構ニーズ、需要があるので、イオンカードは多分。うん。で、その5000円すらね、あの僕、給料ないので。 何もやらなかったら <laughs>。で、今日もね、みんなの銀行入ってましたね。もうみんなの銀行も、久保さん、15万突破しましたね、ついに。15万いくらだったかな。3月ね、1回も動画撮ってないんですけど、あの15万今4000いってますね。15万4000。今日、今日3月20日、15万4 0 0超え、3月20日入ってますね。だから、残り、えー、半分になりました。 頑張ります、はい、今ちょっと商品販売してるんで、これ終わったらまたみんなの銀行の動画何本か撮ろうかなと思いますけど、まあ過去のストック動画が回って勝手に入ってますね。うん、まあちょっとでも、あの小銭でも1円でも稼ぎに行かないとダメなんで、まあ、とにかく稼ぎますね。日々稼ぐっていうことを考えるってことですね。どうやったら売り上げ上がるかな、どうやったら稼げるかなっていうのを考えてますね。うん あなたは毎日考えてます。お金を稼ぐこと。言ってらっしゃい。